とことんやり込む。どうも、なおちんです。本日も、妖怪学園 YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、クエストが発生しました。ブルポンのお願い、第2ですね。どんな感じなんでしょうか。はい。前回のやつは、メダルを5、6個渡したんですよね。あ、今回もだ。今回もメダルが欲しいんだ。あと一つメダルがあれば新しい自分になれる気がして。そうなの？え、あと一つメダルがあればいいの？オッケー、わかった。結構メダルは持ってるよ。経験値美味しいな。で、英知の結晶も手に入るので、ここはなかなかいいですね。まあ、一回きりなんですね。はいはい。ありがとう。助かるよ。それで欲しいメダルは、取り調べや。え、持ってないな。取り調べや。どんなやつ？はい、わかった。ヒントをくれ。取り調べやの召喚メダル。出会えるのは雪原エリアね。雪原エリア。わかった。オッケーオッケー。で、雪原に行きましょう。あ、いた。取り調べや。いた。これか。なるほど。あー、出さなかったな。まあ、雪原エリアはちょっとレベルは低めなので、まあ、低めでもね、高めでもそんなに強さ変わんないんですけどね。オッケーオッケー。どんな形かわかったね。真っ白い、クマが取り調べ屋ですね。まあ、入手できるまでちょっと戦いましょう。ここは4箇所ぐらい、確か敵がいるので、ちょっと入手は難しいかな。はい、ちょっと頑張ってやってみます。かなり時間かかりましたけども入手しました。あれ結構レアですね。全然出ない。20分ぐらい戦ってようやく1個出ましたね。で、4箇所しか戦う場所がないっていうのも一つの原因ですね。はい、あげます。どうなるの？レジェンダリーだよ。はい、どうなの？何に変身するんだ？あら、ドラゴン、ドラゴンになった。戻っちゃった。なんだ、ブルドラポンなんだ名前は。あ、勝手に名前つけてる。ドラゴンの姿を維持するには今の僕じゃ力が足りない。やっぱブルポンめちゃくちゃ強いんだろうな。まだメダルが必要なの？いや。今までとは違う、心が体の成長に追いついてない。ほう。これまだ先があるね。僕の心の中にあるドラゴンの自分、それに勝てる強さがないと。心がドラゴンの力に飲み込まれて暴走してしまうかもしれない。そんな強いんだ。あ、これ戦わなきゃいけないんだね。大丈夫、僕の問題だから。遠慮するなって、ブルドラポン見たい見たい。そこまで言うならやってみるよ。あ、ブルームーンの技で心の中に入る準備。ということは、ブルームーンにしなきゃいけないんだね。心の中にあるドラゴンの僕、それに勝てたらきっと進化できるはず。戦う準備はできた？大丈夫なら僕の心の中に入ろう。行きます。ブルームーンが君を照らすよ。お、行くんだね。どんな感じになるんでしょう。マインドトラベル。あ、戦うだけか。戦って終わりかな。強いのか。ブルドラポン、レベルはいくつぐらいなんでしょう。わかんないね。あ、でもそんな強くはないね。あ、でも技は結構範囲が広い。広範囲です。
も、まあまあこんだけ目に見えて HP 減るってことはそこまで大したことはないですね。ああゴリゴリ減る。動きがちょっとなんだろう早いんで鬱陶しいですけども、おいおいどこに撃ってる、どこに撃ってるんだい。じゃあこれは楽勝だ。うん、必殺技溜まった時にもうラッシュかませます。いくぞ、あぶねー、あと一発、余裕だ、余裕余裕。でも経験値うまっ、何経験値7万って、経験値がバカみたいに入ったね。お、やった、おかげでドラゴンの力を制御できるようになったよ。メダルが出た、ブルドラポン入手です。やったぜ。あ、お、召喚メダルなんだ。普段は今の姿のままでいるよ、こっちの方が落ち着くから。変身した時どうなんの、ドラゴンは究極の進化系ってやっぱりかっこいいだね。スライムだった頃を思うとすごく成長したよね。そうだね、これからも自分の可能性を信じるよ、僕は何者にだってなれる。ああ、その粋だブルポン。終わり、あ、終わりだ。まあ経験はめちゃくちゃ美味しかったね、めちゃくちゃ美味しかった。クリア報酬で3万7000もらえるんで、まあ、合計で11万ぐらいの経験値もらえましたね。まあ途中のね、メダル集めがすごいめんどくさかったんですけども、まあまあまあその分経験値はすごいもらえましたね。これブルームーンになったらなんか変身が変わるとか、あ、いや別に何も変わりはないですね。うん、おアイシクルウィンドウなんかいつの間にか539持ってた。別に何も変わりはないみたいですね。うん、特に変わりはなしです。なんかドラゴンみたいなねブルームーンになるかと思いきや、ただただ召喚メダルを入手できただけです。まあでも経験値むちゃくちゃ美味しいので、まあ、忘れずにやった方がいいですね。はい、このクエストめちゃくちゃ美味しかったです。ではですね、また出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや